スイトンアメシコ。これを全てかわすのはさすがのあなたでも不可能。まあそうでしょうね。あなたとはこうして本気でやり合ってみたかったのですよ。サメ肌もいつになく喜んでますね。スイトン水光弾の術、スイトン防火球の術。終わりだ。シャリンガンならこの霧の中でもわずかな影を捉え背後から襲うことができる。お見事と言いたいところですが、それを読んだ上での水分身というわけか。相手の背後を取るのにここまで苦戦したのは久しぶりです。嬉しいですね。あなたがその同日アマテラスを繰り出そうとするほど本気とは。ですがその同日はチャクラを消費しすぎる。この後のサスケ君との戦いに響くのでは。やれやれ、ここまでにしましょう。私もあなたのその覚悟で満足することができましたからね。元より俺の望んだ戦いではない。さすがですね。この私に冷や汗をかかせるとは。サスケとは二人きりで戦いたい。他の者たちの足止めを頼む。いいでしょう。しかしずっと行動を共にしてきたあなたとここで別れるのは寂しいですね。ウチハイたち、才に恵まれウチハイ一族の中でも傑出した一人。その精神は尊く優しかった。結果としてウチハイ一族を粛清し木の葉を抜けることになったが、その心は常に木の葉と、そして弟ウチハサスケと共にあった。暁に加入した後もサスケの身を案じ危険を承知で木の葉に戻ったこともある。里の者、誰一人からも歓迎されることのない帰郷。当然イタチは手荒い歓迎を受けることになる。かえって早々手荒い歓迎ですね、イタチさん。俺を甘く見るなよ。私も一緒に戦うわ。イタチ、今さらこの里に戻ってくるとは。何、俺の目的をあなたに言ったところで何の。
戦闘開始。ここは分かった。これ以上の戦闘は無意味。カカシさん、あなたの負けだ。いかに腕に覚えがあろうと、イタチに勝る者はそうはいない。己の存在を里に知らせたイタチは早々に木の葉隠れを後にした。だがそのイタチの出現はある者を突き動かした。それこそイタチに恨みを抱く弟、内葉サスケだった。それも奴の計画の一つであったのか、それは今となってはわからないが、血のつながった二人の戦いは現に起こってしまった。その時のイタチの胸中はさてどうだったろうな。うちはイタチ、あんたの言った通り、あんたを恨み憎み、そしてあんたを殺すためだけに俺は生きてきた。サスケ、戦闘開始。
終わりだ。こちらだ。おっ、よせよ。こちらだ。終わりだ。なぜ弱いか、足りないからだ。憎しみが。当時のイタチとサスケには大きな差があった。サスケもいくらかの抵抗を見せたが、結局はイタチが場を制した。敗北という同日に沈んだサスケに、さらなる恨みを抱かせ、そして怒りをもとに力をつけさせ、己を撃たせるために。イタチは弟に憎しみを植え付け、その場を去った。憎しみはサスケを高みへと誘った。まさに、イタチの思う通りにことは動いたのだ。三年の月日が経過し、サスケは体も力も大きく成長した。イタチには迫り来る決戦の日が見えていたのかもしれない。だが、成長したのはサスケだけではなかった。九尾の渦巻きナルト。奴もまたサスケを木の葉に連れ戻すために大きく成長を遂げていたのだ。暁は美獣を狩る組織だ。九尾の美獣をその身に宿すナルトとの激突は、起こるべくして起きた一戦だった。まさかお前が出てくるとはな。俺の邪魔をすんじゃねえ。渦巻きナルトか。